ははいどうも皆さんこんこにちは高戸直人です、えー、今回なんですけど、えー、全日本実業団個人戦が台風のため中止となりました延期ではなく中止です、まあ、今回大会、あのー、66kg 級で出場する予定だったんですけど、まあ、台風でな、えー、くなってしまったということですねまあでも台風今回 結構やばいらしいんで仕方ないなと思いますしね来れない人もいますしね多分日本全国から来るってなるとうん来れなくて出れないっていう方も出てくると思うのでまあしないのかなとは思ってます、まあ、6 6キロ級でねなんかやるの、まあ、まあまあ楽しみにしてて結構組み合わせとかを見ても、まあ、厳しいとこにはいたけど頑張ろうかなみたいな。 そう思ってたんですけどまあ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 試合はないんですけどまあでもこの試合に向けて体作りであったり、えー、稽古でパワーアップできたところは絶対あると思うのでまあここまで頑張ってよかったなと思っておりますまあでもどうなんですかねのの出場権が僕は持ってるんんでですけど選選手なんで強化選手な以外の 人であとまあ去年自分で枠を行動管理で枠を持ってる人以外の人ってどうなるのかなっていうのがちょっとあのー、全然わからないところで結構みんな不安なので早めにこうねなんかこういうふうにしますっていうのを出してもらえると、うん、いいのかなとは思いますはいでですね もう試合なくなったんで、もう次の試合に向けて、えー、頑張ろうと、まあそういったところです。で、次の試合なんですけど、次の試合は、えー、11月に行われる高度艦杯に出場します。はい。次は 60kg 級です。まあもう一度、あのー、60kg 級に戻して、えー、世界目指して頑張ろうかなと思っております。あのー、今回のね、あのー、中心になった実業団も、 もちろんあ66キロ級だったんですけど、まあ、60キロに体重を落としていくうちの中のもう、うん、66でここで試合出てっていうところだったんで,でまたあれですね、まあ、66キロ級でやってなんかその勝てるかって言ったらやっぱり阿部選手とかこうの体とか見てて明らかに違いますし67キロ、8キロぐらいの時の体見て まあ僕同じぐらいだったんで、あ、これはちょっとやっぱ違い、差があるなと、そんな1年ぐらいじゃ、あの上の階級ではできないなっていうふうにあの、まあ、感じたんで、まあ、60キロ級でもちろんやります。で、やるからにはね、やっぱりその、うん、盛り上げ役ではなくてね、しっかり勝ちに行くと、まあ、柔道家としてね、そこは。うん ただこう思い出作りのために出るわけでもないですしまあもう一度世界で戦うために出ようと思いますまあ一番心配されるところはやっぱ体重のところですよね体重はいまあそ体重もしっかり脅しつつ 60kg 級の選手とこれから今までね73と66の選手とずっとやってきたんで練習をねなんで 今からは60キロ級の選手とバンバンやって、やっぱ動きのスピードとかは全然違うんで、それに慣れないといけないですし、そういった稽古をしていくわけなと思いますね、まあ、トレーニングでもやっぱりスピード重視で、えー、スピードの出せるトレーニングっていうのも、あのー、やっていこうと思っています。まあ、今回、あのー、結構楽しみにしてくださった方が、あのー、たくさんいたと思います。まあでも まあ、もしよければ次の行動管配で行動管配の時期はもう台風ないと思うんでそれこそコロナとかなければあれぐらいのレベルにならないと中止とかにならないと思うんで、まあ、災害とかは仕方ないんで、はい、それ以外はね、うん、やってくれると思うんで、えー、そこに向けて頑張るんでぜひ見に来てください。またね行動館杯でそう この前新柔道着の、あのー、新しい柔道着作りますみたいな、まあ、今開発途中なんですけどその今回こうデビュー戦あのー、三つ星の柔道着でデビュー戦だったんですけどちょっと先伸ばさ先延びに、うん、先になっちゃったなとあのー、そういう感じですかねまあでも頑張りますはいなのでうん頑張っていきましょうでねまたねえっ、ー、とねこれからね え全日本ジュニアとかもありますしあと全日本学生とかもありますしまあそこら辺のえ話もえ今後できたらなと思っておりますまあこんなところかなじゃあ頑張ろうありがとうございました